えー、ユタポンのパパがが院選挙に出馬すすするらしいいですが広くさんはどう思いますか、まあ、日本人はあの年齢さえこれいれば誰でも出馬できるので出馬すること自体は全然問題ないと思います。でも受かったとしたらすげえなと思いますけどね。で、あの多分お金自体はその政党が出すと思うんですけどあのあの政党のやり方っていうのはうあの泡沫候補をいっぱい出しますと。でも泡沫候補でも1人当たり1000票とか入るんですよ。で、あの比例代表制にしてるので要はその。 その党の名前を書くことになるので選票を入れる人を100人持ってくると10万票になるんですよ。あれ1000 100って10万だよね <laughs> っていうのがあるのでいくら方末候補だったとしても票がもらえるんだったらそれを入れとけば結果として合算した結果の票でその比例代表のトップになっている党首が受かるっていう状態になるのでなので本人がその政治家になれるとは全く思ってなかったとしてもその選票でももらえるやつだったらとりあえず済ませちゃえっていうので方末をいっぱい集めて自分が受かるっていう なのでそういう意味ではあの選択肢は悪くないんじゃないかなと思います。